から比べて工期に若干手が加えられているようでありますが、この4月13日いよいよ全日本選手権が開幕をするということで、選手についてもここで入念な準備が進めて、参りました、進められてまいりました。そして本日4月13日を迎えたというわけであります。この後9時15分から、公式練習があったんです。いよいよという感じではありますけれども、私たちファンとしましてはとても待ち遠しかったオフシーズンであります。いよいよ開幕ということでありまして、見どころもたくさんあるようです。今日予選が主に行われまして、そして本日の最後、まあ、後半ですかね、後半は、今日のこの全日本選手権の閉会というような形になるでしょうか。ジュニアクロスの、決勝レースと、そして、これは本戦になりますが国際リーグの決勝、これ去年からだったかな、レギュレーションが変わりまして国際リーグの選手の決勝レースは、初日に決勝ヒート1を行って、翌日日曜日に決勝のヒート2を行うというような形になっております。レギュレーションが、変わった変更になった、これ去年からだったと思うんですけどもね、これがどういう風に出るのかというところであります。今回第1戦を迎えました全日本選手権ですけれども、国際リーグの選手に対抗しては、昨年までは各地方の選手シリーズで LA のクラスで走っていた選手がこちらの国際リーグの選手に出るという選手も、まあ、中には当然いらっしゃると思うんですけれども、そしてまた国際リーグの選手に対しては、チームの体制が変わったり、あるいは、マシンが変わる、クラスそのものが変わる、 IA1、IA2 といったクラスが変わるといった選手も見受けられるようになりますけれども、まあ、オートバイの車両が変わるというよりも、やはりそこで走っているメンバーが違いますので、このあたりをですね、やはりこっちの位置を走っていただいて、第一戦の雰囲気というのかな、そういうことを、かみしめて、そして決勝のグリッドにつけていただきたいなというふうに思います。緊張感があるこの第一戦だと思いますけれども、何よりもコースがよく整備されていますので、特に国際人気の選手はですね、このコースに入っていきますけれども、速い気持ちを抑えて、しっかりコースとそのクラスの雰囲気と、それをですね、楽しんでいただけるかな、確認をしていただいて、しっかり予選に、まずは予選にブリッドに来ているように準備を進めていただきたいと思います。時刻の方は9時を回りました。時刻は9時を回りました。この後9時15分から、国際 B 級 IB オープンの奇数メッセージの選手による公式練習がスタートいたします。コースマーシャルの方も今コースをぐるぐる回っておりましたけれども、フラッグマーシャルの皆さん、今日私の方で現在スタンバイしてくださっております。今日と明日、長いですけれども、選手が力一杯プレーできるように、走れるように、応援をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。全日本選手権シリーズ第1戦 HSR 九州大会であります。4月13日、4月14日、この両日で開催をされます。この大会は株式会社アライヘルメット、株式会社 RS 耐久、 RK ジャパン株式会社、アットブレイクジャパン株式会社、アバンテージ、 AD バンドと CE、 大津商工会、イベント出展組合、大津商工会青年部、株式会社川崎モータースジャパン、 KYD 株式会社、KTM ジャパン株式会社、株式会社 KYT ジャパン、合資技術工業株式会社、株式会社昭和、株式会社今日のインパクト、鈴木株式会社、住友ゴム工業株式会社、株式会社 SP プランナー99、
株式会社造形社、株式会社ダートフリーク、PR スポーツ、株式会社テクニックサービス、ニクノイルジャパン先生、リュウモト、ニッチサービス株式会社、株式会社中井商店、株式会社日報、日本二輪車普及安全協会、花岡北委員、株式会社平井、株式会社交流イベント法人、株式会社ブリヂストン、プロポッツ、ペイントイズム、本田機械工業株式会社熊本製作所、株式会社ホンダモーター最新ジャパン、ムービングストレージ、ヤマハ発動機販売機、U1 デザイン、九州ペインターズ、レインボーモーターズ、日本特殊螺旋工業株式会社、スーピー長、九州モトクロスプロジェクト、YQ1 ヤマケン軍団、日本特殊工業株式会社、有限会社モーション、モーションレーシング、株式会社熊本無線、リペアハウス、エクボコーポレーション、有限会社古川、高橋商事株式会社、KTM マルチペアラフレックス、ほかたくさんの協賛の皆様方でお送りいたします。国際練習 IB オープンの奇数ゼッケンを行います。本気練習を行います。先ほどもご案内させていただきましたが、本気練習を担当する選手あるいはチームの関係者の皆さん、どうかですね、この選手が乗る車両のトランスポンダーの取り付け、こちらの方を今一度ご確認いただきたいと思います。トランスポンダーが、ちゃんと発信しているか、そして実行されているかというのも合わせてチェックをさせていただいておりますが、初戦ということもありまして、第1戦ということもあって、これがですね、なかなか、トランスポンダーのデータが取れないということが過去にも何度もありました。自宅を走る公式練習でありますので、万全の体制で、選手を走らせてあげたいなと思います。どうかご協力いただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
下に置いとけ。